お越しの皆さん、私たち大分県産チャイモです。2014年明けましておめでとうございます。イエイ。はい、高校2年生17歳の優香です。よろしくお願いします。イエイ。はい、17歳みおです。頑張ります。よろしくお願いします。イエイ。はい、見た目は真っ白な髪を腹黒、高校1年生16歳のリコピンことリコです。よろしくお願いします。イエイ。2013年をちょっと振り返ってほしいんですけど、どんな年でしたか？なんかある人。はい。はい、じゃあゆうかちゃん。私は去年修学旅行に行ったんですよ。おう、どこだと思いますか？韓国。いいえ。東京。いいえ。北海道。なんとオーストラリア。あ、おー、イエーイ。何した？コアラとカンガルーと、犬と牛と、それはどこにでも戯れました。分かった。はい、次みおちゃん。はい、2013年は私はたくさん野菜を食べれるようになりました。すごい、すごい、よかったね。よかった、やった。かわいい。すごい成長。何食べた？何食べれるの？葉っぱとかナスビとかが食べれますよ。葉っぱって何？なんか葉っぱ系、レタスとか。シソ？キャベツ？レタスは葉っぱじゃないよ。キャベツは？え、葉っぱじゃないよ。レタスって葉っぱ？レタス葉っぱ？葉っぱじゃないよ。葉っぱ。葉っぱっぽい感じ、うん。はい。成長ですね。成長です。頑張りました。はい、リコちゃんは？高校生になりました。おめでとう。私が一番若いんで。うん、でも大人っぽいじゃん。はい、水はじくの。みおもはじく。まだ私が一番若い。はいはいはい。はい、ですね、2014年今年からチャイムはちょっとメンバーが変わって新体制になるんですけど、また一からのスタートなので、もっともっとこうチャイムファミリーを、チャミリーって言ってるんですけど、もっとこうチャミリーを全国に増やして、新しいチャイムをもっともっと好きになってもらえるように頑張りたいなって思います。はいはい、頑張ろう。頑張ろうねえ、頑張ろう。と、新メンバーとして来年から活動させてもらうにあたって、私を一番に見てください。はい、みおちゃんどうぞ。はい、まだまだ未熟なところもたくさんありますが、せっぱい頑張るので応援よろしくお願いします。謙虚。はい、謙虚。精一杯頑張ります。はい、はい、チャイムとしては、新しい体制になるので、もっともっとたくさんの方にチャイムを知ってもらえるように頑張るので、新メンバーともどもね、私が一番この中でフレッシュなのでよろしくお願いします。これからもよろしくお願いします。以上、私たち大分県産チャイムでした。ありがとうございました。